どうもこんにちは。はい、というわけでね、今日は、先日作ったスバルサンバーの、今日はバックパネルとか側面のパネルを外して、板金作業をしていきます。で、その後に耳付けといって、まあ、フランジのね、L 型のフランジの、補強にもなるし、窓枠とかにもなる、L フランジをこいつに取り付けていきたいと思います。とりあえず今日はバックパネルから、側面パネルから上面パネル、なんとか全部いきたいなというふうに思ってますので、ではよろしくお願いします。はい、というわけで、表面にね、パテとかデコボコの段差が出てたりするんで、これを全部トリミングしていくっていうような感じですね。あとこのケバケバを全部飛ばします。で、このカメラ壊れちゃうんで、また、胸元にカメラをアクションカムつけて、これらを撮影していきたいと思います。全部削れたぞ。あれとこれと
それって感じですね。でボディも微妙な R 欠かしてるんですよ。よっしゃーできたぞ。あとは板金ですね。板金中にこの後ろの FRP を貼り付けします。ほんでから本格的に耳作業ですね。これがあると出っ張っちゃうんで肩の方に。なのでこれを嫌なんで飛ばして、FRP 接着であればねこれ持つと思うんでって感じで、とりあえず続きの板金作業を入っていきましょうか。よっしゃーめっちゃいいやん。とりあえずトリミングが終わったんで次はバックパネルの下側を FRP でとりあえず一旦固めます。その後にそうですね、あそうだね、ついでにパテコねってパテコで軽く板金だけしましょうかね。本当はゲルでやりたいんですけど、あとはあんまり膜圧取れないんですよっていうのが、最後にコーティングの樹脂を拭くので、この樹脂拭いたら膜圧上がってボディにぴったり合わなくなりますから、なのでまあ、大体 0.2mm 圧 1% 収縮で 0.2mm 圧程度であれば、完成品もちっちゃくなるんでぴったり合うだろうという感じです。この帰着率の計算の仕方としたら、まああんまりシャバいと木が吸い込んじゃうんで樹脂はなるべく帰着したくないんですよ。ただ帰着しなかったら柚子肌になっちゃうんで、まあ、そういうのはちょっと調整しながらやっていきます。それではアンダーパネルの、木材の後ろの裏打ちをしていきます。これでとりあえず固定ができたら表側からビスを外して穴を埋めていくっていう作業です。まあ、ただね心配事があるとしたらこの木材に、ひっつくか剥がれるかっていう問題ですね。実はねこれ型離れさせようと思ったらほんまやっちゃならないんですけど、木に水分を含ませれば結構簡単に離型できちゃうんですよ。ただトラブルとか起こす場合があるんであんまり推奨してないんですけど、まあ、そういう抜き方があるんですね。そして一応タルクを作って、アッパーですね、アッパーコンソールベースですね、ここに塗り込んでいきます。ゆくゆくはキッチンカーだとこの上の部分と下の切ったパネルを合わせると仕切り場ができてキッチンカー登録ができるって感じです。あと切り口にパテをすり込んでよく板金しておきます。もう車のボディみたいですね。 R がつくとすごい雰囲気が違います。でここもちょっとね U の字みたいになってる、へこみエクボみたいになってるんですよ。でここもちょっと成形し持ってって感じです。まあこのパテを使うと FRP も剥がれやすいんで、まあ最終的にゲルコートでコーティング、オーバーコートするんですけど、まあとりあえずこれで、きれいに成形したら型取りまでいけます。じゃあ乾燥させます。これでね一面パネルの大型できましたね。 あとここねデコボコやんけと思うかもしれないですけど、ここはね粘土造形するんです。なので別に大型この骨があればいいって感じですね。これでどこにも接触しないですからね。で、左サイドパネルも、樹脂でタルク打ちしたんで、まあ乾いてからちょっと面出しですね。木はね水研ぎできないんで一応気をつけましょう。これももうほぼほぼ固まってるけどちょっとタルクなんでサラサラになるんで、よっしゃ、じゃあちょっと硬化ですね。これも完全硬化したらビスを外していきます。もう早いんじゃないかなこれも。火に当てると反るんで一応こういう感じで OK。 はい、というわけで一旦ここ片付けたんで、今からやるのは、フランジ
っていうものを作ります。フランジっていうのは例えば窓枠とか作ろう思ったら帰りの耳がいるんですけど、まあ、それだけじゃなくて薄い FRP ってベコベコするんですよ。それをフランジっていうこの折り返しの耳をつけることでこのベコベコがなくなるということでね、一応木型なんですけど、薄いとまあそこなんはならんけどこういう風になったりもするんですよ。なので、こっち側にフランジを先つけたいと思います。はい、で使うのはまあこういうホワイトアングルとかアルミアングルでもいいんですけど、アルミアングルって多分2回も3回もあの抜けなかったりするんで、まあこっちの方がいいんちゃうかなって、こっちの方があの肩抜きやすいっていうか取りやすいです。で何回も再利用する人はここにまあ PVA 塗ったりするんですけど、 FRP 自体がもうそのまま直で塗るんであの巣穴出るんですよ絶対。だから PVA というよりはもう僕は普通にテープとかでやるか、もうこのまま行って2回ぐらいまでは使えるんで、そういう感じでやってます。じゃあねこれ寸法を測って、切ってとりあえず一発目のフランジ作りたいと思います。それでは L フランジを寸法に合わせて切っていく前にとりあえず90度になってるところのゴミ取りですね、ここはちょっとのみでね取りました。ちょっと出っ張ってるとこの L 字アングルつけられないんですよ。なので一応飛ばしてから採寸してサンダーでカットしていくって感じです。アルミアングルでもいいんですけど、まあへばりやすいんでプラスチック使う方がいいと思います。あと柔軟性あるんで型離れがすごくいいです。 OK、 こんな感じで、一旦フランジを取り付けます。はい、これがフランジですね。で、目止めをしとかないとあの垂れてきちゃうんで、とりあえず目止めをまあ軽くパテでもいいですし、流れ込むのが嫌だったらあの後ろからねテープを貼った方がいいかもしれないですね。まあ自分は多分目止めはいらんと思うけど、若干この辺浮いてるんでちょっと重し的なものがいるかな。はい、こんな感じで横の壁もつけました。もうこれで一製品に全部いっちゃいましょうっていう感じで、これが出来上がったらもうこのままの型がそのまま出来上がるんで、一応フランジ立てて、まあ、ここが、ゆくゆく窓ガラスになったりとかするための、耳ですね。はい、ということでこの後ろ側から先に貼っていきます。それでは FRP の接着作業ですね。まず先にタルコを打って90度の面を鳴らしていきます。その後で FRP を貼っていくっていう作業です。まあ本来タルコ打たなくてもいいんですけど、まあ打ってた方が絶対安心です。あの浮いてしまったらそこまた成形しなきゃならないんで、まあこんな感じで一面一応塗っといて、ここの口はだいたいニップライって言って2枚重ねですね。最後に縁の全部を外周ですね、外周全部 FRP 巻いていく感じになります。こうやってハサミを使って、切り口のところにやると型離れ、ね、めちゃくちゃ良くなります。ケバケバのままだとその部分だけ薄いんで型を剥がしにくくなるって感じですね。であとは外周の補強をしていったら、ボディにはめていく前にちょっと乾かします。まあでも大体形は見えてきました。よっしゃ、よし、貼れました。それでは乾燥させていきます。これでパリッとしたものできますよ。じゃあ、まだもうちょいですね、乾燥までもうちょいかかる。でもちょっと硬化してますね。 OK、 はい、じゃあね、硬化前にちょっとビス外して
パテ持って、他のやつの成形に入りたいと思います。こやつももう固まってるんで、じゃあね、こっから成形入るんですけど、また粉が飛んじゃうんでスキップします。はい、ではこうやって削れ切ったものから、角 R を飛ばしていきます。で、続いて R 面取りですね。ここを押しとかないと型を抜くときに90度の面になっているんで、すごく型が抜きにくくなります。 R がついてると、その型が、まあ、抜いた製品が、質感がちょっと上がるって感じです。あと型離れもすごくいいですね。というわけで面を取ってます。 5R ですね。 OK、 はい、めちゃんこ綺麗くなりました。で、これであと樹脂コートするんで、これは一旦置いときます。よっしゃ。じゃあ樹脂コート一応終わりましたね。いやー、久しぶりやから難しかったですね。樹脂コートサーフボードと一緒のような感じでコーティングしていくんですけど、まあまあ一旦これ1回目の樹脂コート終わって、まあこれで2回目3回目4回目っていう風に積層していくような感じですね。で、次にこいつ耳が多分もう乾いたはずなんで、これを取っていきます。やっちゃ。あとは、この辺のねワシャワシャを飛ばせば綺麗な製品のベースになりますね。よし、切っていきますわ。よし、それではカットしていきます。そして FRP のカットです。もうこのカットするのがすごいテンション上がりますね。もう製品としての形に見えますからね。で、こんな感じで、全て切り終わったらまた板金っていう感じですね。まあでも時間の割には結構早く進んでいったと思います。もう来週予備券走りますからね、これ。というわけでもうちょっと頑張ります。あ、4ナンバー登録します。よっしゃ、これで耳がつきましたんで、これはもう成形でいけそうです。よっしゃ、あとはもうひたすらペーパーかけて R を鳴らして、で樹脂コートですね。で、あとは、あ、そうそう、あれ今最後の位置取りしてます。はい、これでボディ完璧フィットですね。ぴったりやな。うん、隙間なくぴったりきてますね。さっきはめたんですけどめっちゃ気持ちいいです。パチンパチンとはまります。よっしゃ。ここもね、若干隙間空くんですけど、ここも造形してます。もう乾いてるんですけど、もうちょっと置いとこうかな。一応こういうとこもこだわって。もうぴったりですからね、ここからこう見ても。全部ぴったり。おっしゃ。で、これが乾いたら、今度は、ここの耳をね、つけていきます。後ろは一応下がコーティングしてもう乾きかけてるんですけど、もうちょっと置いときを置きます。で、あとここはつけた状態で今カチッとしてるんで、板金をこの段階ですると、で、ここね、ちょっとエッジこうやって上げてるんですよ。こうやってちょっとこだわって、こういう感じで真っ平らな板じゃないんですよね。
こういうのってます。よっしゃ。